こんにちは、タンタンです。今回は久しぶりにスタティックポールを練習しました。動かないポールって楽しいです。ではご覧ください。膝難しいでしょ。キープする難しい。そう、そのまま左足後ろ、もっと背中取って、もっといける、もっといける。ケープ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 、バランス1。今ね、離れすぎで、もっと立て替える、もっといける、この足もそうでしょ。それ、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 キープ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 、ナイス。1、2、3、 OK、 やった、ナイス。今日間に合うぐらい練習してみよう。ナイス、これが落ちたことない。むしろすごい簡単なショルダーバンドが落ちるから落ちたから。で、一回順調に高めやって、こっちでやって、順調にやってみる。そしたら胸下にして、鼻のポール近くで、で、この伸ばしたら足曲げて、後ろ腰上の手のポール、OK、この足ちょうだい、ここで、お尻自分で上げて、そう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 、もっと下、もっと下、もっと下。はい、では行きます。後ろの足伸ばして、はい、もっといける、ここに沿って、ここに沿って、そう、ここ、ここ、ここ外します。止まってない、はい、OK。 怖いわ。怖いっすよ。お尻ね、もう一個先の方に乗った方がいい。今止まってるから、もうちょっと、こう、もっと、ちゃう、はい、OK、 後ろ向き、でも慣れてきたら勢いかけてるよ。そう、そう、もっと、こっち、こっち、そうね、そう、はい、いきます。今胸外れてる、ごめんね、もっと、そう、もっと頭下、もっと、こっち、持ってない、持ってない、ここ、1、2、3、 OK、 逆手でやってみる、逆手の方が丸いんだよ。あと2分これやって別のことやってみましょう。下がってやってみよう。そう、はい、ギュッとお尻上げて、そう、もっと下、もっと下、もっと下。今この時点から止まってないでしょ。そう、お尻を持った方がいい。そう、はい、で右足、ほら、持ってないでしょ。ここ持っといて、ここ持っといて、持っといて、持っといて、キープ。これ、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 もっとこっち、それ。はい、OK、 頑張って。こっちで、肩と、右肘でね、そう、はい、肘の上にお腹乗せて、キープ。お、お、足伸ばして、足伸ばして、片足の上で、お、いいね、いいね、いいね、痛いよ、肘痛いよ、どこが痛い、肘、肘が痛い、そう、はい、ゴー、オーディ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 ー、1、2、3、はい、座って、3、おー、いいね、痛いね、はい、大丈夫か、もう一回見せて、やっぱりごめん、
さあ、きれい。からの、はい。までご覧いただきありがとうございます。帯状疱疹もほぼ治ってまいりましたが、発表会への不安と戦いながら日々過ごしております。お、頑張ってるなと思っていただけましたら、いいねやチャンネル登録していただけると嬉しいです。次回もまたいろんなトリックにチャレンジしたいと思います。タンタンでした。